皆さんこんにちは、四畳半の 今日ご紹介するのはこちら、ラムシングって書いてあります。1400mAh、大容量のモバイルバッテリーでございます。入れ物がなんかちょっとおしゃれな感じ。では早速開けていきたいと思います。おお、こうやって開くんだ。いきます。ザーン。あ、中にもなんか箱が入ってる。箱というかウレタンのなんだろう。柔らかい。あ、見えた。見てください、こちら、ラムシングのモバイルバッテリーの、ピアノブラック。一目惚れで買ってしまいました。もう本体いっちゃおうかな。本体いきます。おお、意外と小さい。いきますよ、せーの、ドーン。わあ、かっこいい。かっこいい。見てください、これ。わかるかな？あ、これ反射してる、ほら。ほら。ピアノブラックの、本当にテカテカのデザインになってます。で、ここがちょっとシルバーになっていて、形がですね、ハーモニカの形をしてるって書いてありました。わー、かっこいい。そして、こちらに電源ボタン。そして、こっちに行きますと、1A と、2.1A の出力が1個ずつついております。やっぱね、いいメーカーのものって、ちょっと充電されたりするイメージがあるんですよね。すぐ使えるみたいな。もう、電源入れちゃう？いきますよ。せーの、ドン。残量ちゃんと入ってますね。僕の中でいいメーカー確定でございます。じゃあ他の中身もちょっと一覧見ていきますね。はい、こちらが、内容物でございます。まず本体、こちらですね。そして、給充電用のケーブル。はい、そしてこちらがポーチ、専用のポーチが入っておりました。そして取扱説明書と、これは何だろう、なんか案内文かな。もう箱からしてちょっと簡素だけどかっちょいいね。まずこちらなんですけれども、この幅だいたい6センチ、そして長さが 13.8センチ、厚さが2センチということでございます。側面にはこういった形で充電用のマイクロ USB の、入れるところですね。そして反対が特になしと。特徴はもうこのデザインですよ。かっこいいです。でカラーバリエーションはこのピアノブラックの他に、ホワイトとシャンパンゴールド、今3種類のカラーバリエーションがあるそうです。で大きさをちょっと比べていきますと、ちなみに iPhone5S と比べてもそんなに大きさ変わらないですね。厚みはやっぱりありますけど、それでもこう持ち運びする分には重たすぎず大きすぎずって、でそれで大容量、もう最高ですよ。で、今まで使っていたのが僕こちらエネループさんの、小さいサイズの方、 2500mAh のものなんですけども、まあ、これと比べると、まあ、やっぱりちょっと大きいですけども、それでもこれの4倍、 iPhone が5回ぐらい充電できるということでございます。これも 2500mAh だと1回フル充電できないんですよね。で買った当初この大きさでも2500円ぐらいしたんですよ。でもこっちは 1400mAh で2400円、安いですよ。いやー、ちょっと充電しちゃいます。では今つないだところでございます。いきますよ、せーの、ドン。起きた。もう一つありますので、一緒に iPad が充電できるかどうかもちょっと試してみたいと思います。はい、今両方つないだ状態でございます。見えますかね。しっかり台とも一緒に充電ができております。はい、こんな感じですね。あとは気になるところとしては、やっぱりピアノブラック、ちょっとテカテカしたデザインなので、
もう指紋がちょっとねやっぱ目立ちます。これはもうしょうがないのかな。ただもうそれより何よりもうデザインがかっこいいっていうところで惚れ込んで買ってみました。いかがだったでしょうか。いろんな今モバイルバッテリーたくさんありますけど、やっぱり大容量が最近流行りというかたくさん商品が出ていて、あとはもうデザインがいろいろ選べるカラーバリエーションもたくさんある中で、僕はこれを選んでみましたけども、どうだったでしょうか。興味のある方よろしければ Amazon で今取り扱いをしているみたいですので、買ってみてください。以上こちら、ラムシングモバイルバッテリーのご紹介でございました。ありがとうございました。バイバイ。